さて、今日は正法眼蔵発母大心の巻というのを読みますが、でこの巻はですね、まあ、読んでいきますと実にこう淡々とこう言って、最後まで淡々淡々とこう言っちゃうんですね。でもうなんていうかね、山あり谷ありというような感じじゃなくて、なんていうかね、尾根をずっとこう歩いていくという感じなんです。そこがまた面白いですけど、ですから割合優しい章ですよ。まあ、割合で、ね、本当に優しいかどうかはわからないと。それではご一緒にいましょう。はい。おおよそ心三種あり、一は知った心、こなた旅知心と称す。二は借りた心、こなた草木心と称す。三は入りた心、こなた釈住逍遥心と称す。この中に菩提心を起こすこと、必ず旅知心を用いる。菩提は天竺の恩、ここには道という。知ったは天竺の恩、ここには旅知心という。この旅知心にあらざれば菩提心を起こすことはたらず。この旅知心をすなわち菩提心とするにはあらず、この旅知心をもて菩提心を起こすなり、菩提心を起こすというは、己未だ渡らざる先に一切衆生を渡さんと発願し営むなり、その形癒しというとも、この心を起こせばすでに一切衆生の同士なり、この心もとよりあるにあらず、今新たに屈起するにあらず、一にあらず、他にあらず、次年にあらず、行年にあらず、我が身の中にあるにあらず、我が身は心の中にあるにあらず、この心は北海に周辺せるにあらず、前にあらず、後ろにあらず、あるにあらず、なきにあらず、自称にあらず、他称にあらず、空称にあらず、無印象にあらず、しかあれとも官能同行するところに発菩提心するなり、諸仏菩薩の諸樹にあらず、自らが諸能にあらず、官能同行するに発心する家に、次年にあらず、この発菩提心、多くは何円部の妊娠に発心すべきなり。おおよそ心、心には三種類ある。一は知った心、これはボンゴでチッタと言いますが、それを中国人が知ったと音を移したんですね。こなたは旅知心と称する。2は借りた心、これはフリダヤですね。これは心臓という時に使う言葉です。皆さんお読みになる般若心経、あの心という字はこのフリダヤです。マハプラジュニアパーラミタフリダヤスートラという名前ですから、皆さんの心臓もフリダヤ、それから肝心要なんていう時の心ですね、あれもこのフリダヤですね。3番目は入りた心、これはブリッダといういろんな言葉があるんですね。これは英語で言うとスピリットというのが当たりますかね。それに比べるとこのチッタというのはマインドというのに当たりますか。このチッタというのは旅知心と言いますから、もういろんなことを知りたがるね、考える、そういう言葉ですから、まあ英語で言うとマインドですかね。これはくる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 と変わるんですね、この心っていうね。私と同じぐらいの年配の人はゲイリー・クーパーの出たモロッコという映画ご存知でしょうけど、あん中にあの外人部隊の若いその兵隊になった、ゲイリー・クーパーが、
あの女の人、なんて言ったらですかね、綺麗な女の人、年取った人を思い出してください。あ、デートリヒ、デートリヒだったか、足の綺麗な人ね、まあ、その関係ないけど。で、その人にこう気を引かれて女にこう会いに行くんですけども、気が変わっちゃって、女の口紅で鏡にこう「Change my mind」って書いて出ていっちゃうんですね。それを見て女がもう本当に男が好きだったということにこう気がついて、それで追っかけていくんですと、あの、モロッコの、土民の女たちがね、みんなあの、その外人部隊の兵士の丈夫になってるわけですよ。その連中がみんな裸足でその兵隊の後ろついていくんですね。で、彼女はそのハイヒール履いてるんですけど、それを砂漠の、砂の上にポーンとこう脱いでね、裸足になってこうついていくんですけど、まあかっこいいけども多分100メートルも歩けないと思いますがね、あれがまあ映像というか映画の面白いところだよね。そのチェンジマイマインドっていうマインドがこの嫉妬心ですね。だからそんなこういいあの心じゃないんですね。で、皆さんがあの着物着たいとか、おいしいもの食べたいとか、まあ勉強したいとか、そういうふうに考える心のことを嫉妬心、あるいは慮恥心というわけです。この慮恥心にあらざれば菩提心を起こすことあたわずというのがまだ面白いですね。まあ、普通ちょっと考えればさ、スピリットっていうようなものが人間にあって、そのスピリットが発動してくると菩提心が起きるというふうに考えやすいんですけど、そうじゃないです。そのすぐ気が変わったり、面白いものの方へ走っていったりする、そういう心によって菩提心を起こすというふうに考えるのが面白いですね。けれども、この慮恥心をすなわち菩提心とするには、なんてそりゃ当たり前だよね。そんなあんたすぐ変わってしまうようなものが菩提心であるわけがない。その心によって菩提心を起こすわけだけれども、菩提心そのものではない。菩提心を起こすというは、己未だ渡らざる先に一切衆生を渡さんと発願し営むなり。まあこれは本当に名文ですね。なかなか道元さんほどそのね、こういうその後世に、後世の人が、何度も何度もこうね口に出して言いたくなるような名文句を言った人は少ないですね。まあ、少ないというか、それは日蓮上人でも親鸞上人でも蓮如上人でも、みんなそれぞれそういう言葉を残しておりますがね、まあ、道元禅師は特別あのお上手だったですね。上手なんて言っちゃいけないんでしょうね、自然に出てくるんでしょうね。自然に、大方の人は自然に出てこないんですね。ほら、出てくるやつと出てこないやつの違いってのは、私ぐらいの年になるとしみじみとこう考えますね。いろんな世界の一流の人っていうのに会ってますとね、こう勉強して、そういうことを考えた、まあ、それはそうなんだけど、そうじゃない時にえらいことを考えてるんですね。だいたい勉強してる時ってのはろくなこと出てこないんじゃないですかね。だから皆さんの経験では、そういうよく勉強してる時にいいことが出ると考えるのは自分がいいと思うだけで、他の人はあんまり感心しないんですよ。ところがね、遊んでる最中にこうふっと出てくるんですね。そういうのは見当がつかない、なんで出てきたのかもわかんない。そしてそういうのが人の心を打つんじゃないでしょうか。本当に発見するっていうのはそういうことかもしれませんね。勉強しないで遊んで発見できるかというと、これ死ぬまで発見できないんですね。やっぱ勉強しなくちゃいけないんですね。で、その勉強してる最中に勉強することも忘れちゃって、思わず出てくるときにそのすごいのが出てくる。それもあのすごいのがボツボツ出てきそうなもんだなんていう時は出てこないんですね。だからトイレ行って落とした途端バッとこう出たりね、あのご飯食べて食べ終わってこう呆然としてる時に、あなんてこう出てくる、その瞬間ってのは本当になんか面白いですね。私なんか自分でもそういうことがたびたびあったので、ああいう時俺はどんな顔してたかなんて後で考えるけども、どんな顔してたんですかね。
目の前でそれが起きた時にその顔をじっと見てると、なんていうかね、人間の顔ってのはすごいなと思うんじゃないでしょうか。まあ、皆さんは自分の奥さんや亭主の顔を見てて、人間の顔っていうのはどうしようもないもんだななんてこう思うかもしれませんがね、そのどうしようもない顔したやつが突如ね、びっくりするような顔した時に、出てくるんじゃないでしょうか。なんとしかし、どこをしゃこんな文句出てくるんですかね。己いまだは足らざる先に、一切主情を渡さんと発願し営むなり、発願し営む、癌を起こす、突如癌を起こす、そして営む、実行する。癌を起こしただけではないやつ、実行する。つまり自分は救われなくても人を救いたい。救うという言葉も本当は使っちゃいけないですね。川の向こうへ渡すんだから、救うというとなんかこう苦しみがあって、向こうに苦しみのない世界があってっていうのは、これはまあ浄土教の世界だよね。道元の場合はそうじゃないよね。こう迷いというものがあって、迷いのこっち岸とあっち岸とこうあって、向こう岸へ渡す。で、自分は向こうには渡らない。で、一切市場を渡そうと発願し営む、その形癒しというとも、この心を起こせばすでに一切主情の同士なり。この心もとよりあるにあらず、前からあったわけではない、今新たに起こったわけでもない、一でもなし、他でもない、自念でもない。この自念という言葉の使い方は鎌倉期はいろいろでありまして、例えば親鸞が自念という時と、道元が自念という時と、鎌倉武士が自念という時とはおのずからみんな違うんですね。これは非常に面白いと思いますね。で、ここはまあごく自然にナチュラルという意味でしょう。行念、急に固まってできたものではない。行念というのはですね、心の中にこういろんなものがあって、それがこうスーッとこう集まってきて固まる。いり卵を作る時ね、最初にこう小さい卵がこう固まっていきますでしょう。それで固まり始めたなと思うと、一斉にバーッと固まってくるでしょう。ああいうふうになることを言うんですね。我が身の中にあるわけではない、逆に我が身がその心の中にあるのでもない。この心は北海に周辺しているというわけでもない、前にもなし、後にもなし。この辺はちょっと道元禅師は乗りすぎたっていう感じがしますね。でもまあ、あるにあらず、なきにあらず、自称自己の本性でもなく、他者の本性でもなく、自にも他にもあるという本性でもなく、原因なくして生じたのでもないと。ここは、いいでしょう。そうですね。それで、しかあれども、官能同行するところに発菩提心するなりと。この官能同行って言いますのは、仏様が人間に呼びかける、人間が仏様に呼びかける、それがピタリ一つになった時を官能同行というんですね。私は寺の息子ですから、もうご本尊の前行っていつも朝お経を唱える。その時に官能同行愛民苦をつってね、言ったんですね。私の宗派では同経と呼んでましたけども、官能同行愛民苦を、つまり自分のこの願っている気持ちと仏様が私を見ていてくださる気持ちとが一つになるように、してくださいませっていうわけです。だから仏様の方から力が働いてこなければ絶対に官能同行は起きない、つまり発菩提心することもないというわけですよ。だから人間はさ、自分の気持ちがですね、こう非常にこう順化してきて、大勢の人を幸せにしたいなんて考えた時に、あ、俺も発菩提心したなというわけにいくかというと、これはなかなかそうはいかない。仏様の方で呼びかける働きがなければ、官能同行はしない。官能同行しないのだったら発菩提心はしない。ですから疑似発菩提心というのはあると思いますね。
つまり仏様の方から働きかけてないんですけども、一方的にこっちから菩提心を起こしましたとこういうやつですね。疑似発菩提心、それはダメなんですよ。このほらもう偽物天国だからね、どっちが本物やら偽物やら分かんないから、菩提心の方も偽物の疑似発菩提心でもちゃんと発菩提心で通るような世の中だと思いますけども、本当はそうじゃないんだな。で、菩提心を起こした人の顔を見てると大体分かるんですよね。仏様がついていらっしゃるという感じの人と、そうでないという感じの人ってあるんですよ。そうでないという人はなんかこうさむざむとした顔してるんですね。さむざむとしてる。仏様がついてる方はいくら貧乏でもその形癒しというと思うんですからね、いい着物なんか着ていなくてもなんかこう光ってるんですね。どういうふうに光ってるかなんて言われてもこれもちょっと困るんでね、この頃したらすぐね、こう説明してくれって言うんだけど、説明なんかできないよね。お酒飲んだ時にこう美味しいなと思った時、ウィーなんて、そのウィーというのはどういう気持ちでしょうかって言われても、バカ野郎って言いたくなるよね。飲んでみりゃいいんだわね。飲んだらみんなウィーって言うかというと、そうはいかないでしょ。だから酒とやっぱり甘露と起こしなきゃウィーとはいかないと思うね。男と女だってやっぱりそうじゃないですか。こっち側の方でいくら好きだ好きだなんて言ったって、向こうにちっともその気がなかったら、それでも向こうも惚れてくれましてなんて嘘ばっかり言うやつがいるけどね、それ見るとやっぱり若いですね。なんとなくサムサムとしてるのね。いや、なんかあったかいという感じでないと嘘なんですね。で、甘露を同行した時に発菩提心するのだから自念ではない。自然というのは人間の計らいが働かないのを自然というのだから自然じゃないっていうんですね。道元様と同じ時代に生きていた親鸞聖人という人は、「歎異抄」という本の中に、親鸞聖人の言葉がたくさん載っています。僕はもうつい昨日の夕方までこの「歎異抄」の本に苦しめられててね、やっと PHP の今井君という人に最後の何枚か渡したんですけども、正味2週間で600枚書いたんですね。もうなんていうか最近のもう、なんとかスピードですね。だからもう僕の今最大の願いは寝たいっていうことですね、ゆっくり寝たい。でもその「歎異抄」をもういっぺんこうよく考えるわけですよ。そうするとまあ本当にそれは面白いですね。何遍読んでも面白いけども、今度本書いてて一番面白かったのはこの「自念」というところでした。「自念法二」というところ。自念法二の説明というのはどの本読んでもあんまりちゃんとはされていないですね。今度僕が書いたその歎異抄講義というのはちゃんとしてるかというと、それもちょっと分かりませんがね、まあ、自分ではちゃんと書いたんですけども、とにかくその仏様が願を立てられた。でその願が動いてくるわけですわ。そしてそれを信ずるか信じないかというところへ行くんです。で信ずるとどうなるか、自分の計らいがなくなる、これ自念なり。もうはっきりしてるんですよね。本願というものを信ずるか信じないか、で信ずれば自分の計らいがなくなる、いいとか悪いとかいう計らいが一切なくなる、その時それを自念と言うと。そしてそれを無常仏と申すというに、これはまたすごいんでね、そういう状態になった時の人間は無常仏であるということを親鸞さんは言っているんですけど、これが自念であるとすると、自分の気持ちが一切こう動かない状態だったらそれは自念なんです。ところがここは自念にあらず、これは道元さんの場合には自分がやっぱり大勢の人を幸せにしたいという気持ちを起こさなきゃいけないんですね。ところが親鸞さんの場合にはそういうことを起こすと
私が救うということになるか、これ自力になる。で、それでは自念ではないと。で、だから自念という言葉の使い方が非常にデリケートですけども、道元禅師の場合は仏様の方から計らわれてきて発心するのだから、それは自念にあらずとこう言ってるんで、つまり仏様が働きかけてくるということがあれば、もうそれは自然ではないんですね。そこに言葉の使い方の違いというのはありますね。どっちがいいとも悪いとも言えないけれども、どっちかというと道元さんの方が普通の使い方かもしれませんね。そんな難しいことを言い出すといきませんので、自念にあらず。この大坪大臣多くは何円部の妊娠に発信すべきなり。何円部衆というのはこの私どもが住んでいる世界のことなんですね。これはインドの世界観で、ジャンブードゥビーパーというのが南の方にある、趣味線というのが真ん中にある。その皆さんがこうご覧になっている趣味壇というのがありますでしょ。そのお花なんかが立っている、これ趣味壇というんですけど、これは趣味線という山をかたどっている。でこの趣味線という山が世界の中心にあるんです。そしてそれを取り巻いて九千八海、9つの山と8つの海があると言われているんです。これインド人の世界観ですけども、でその九千八海をかたどったのが禅宗のお寺の石庭なんですね。あの白い砂が海で、岩が山なんです。で、その趣味線の南の方にあるところ、そこを演武州、南演武州、これ日蓮の御遺文の中にももちろん出てきますけれども、つまり我々の住んでいるところなんです。そこの人間の体に発信するのだと。菩提心を起こして後三阿僧祇行の間、あるいは一百大行の間修行する、あるいは無量行を行いて仏になる、あるいは無量行修行をして衆生を先に渡して自分はついに仏にはならない。ただし衆生を渡して衆生を利益するもあり、それはどちらを取るか、それは菩薩の考え方次第、菩薩の意行に従う、それぞれの菩薩の考え方次第、仏になる人もあればならぬ人もある。このならぬ人もあるというのは面白いよね。菩提心を起こして修行したらみんな悟り開いて仏様になるかというと、その菩薩の気分次第でならんやつもいるって言うんですね。だから座禅の修行して偉いお助さんについてみんな悟りを開いて、それで悟り開いて隠家されたやつが偉いかというと、これはなかなかそうはいかない。隠家されなかったやつの中に本物がいるかもしれない。昔の学校だってちゃんと卒業して優秀な卒業して出たやつがいい仕事するかっつったら、そうでもないやね。する人ももちろんいるけど、途中で学校辞めたやつの中にすごいやつがいるかもしれないじゃないですかね。途中で学校辞めてもうどうしようもないのももちろんおりますよね。でもこれはそれぞれの菩薩の考え方次第。おおよそ菩提心はいかがして一切修行をして菩提心を起こさしめ、仏道に引導せましと暇なく三号に営むなり。689ページのおしまいから2行目読んでください。常にこの念をなす、何をもってか修行をして無常道に入り速やかに仏心を成就することをえせしめん。これは法華経の文句ですね。マイジーサーゼーネンイーガーリョー修行特入無常道即成就仏心。これは法華宗や、日蓮宗禅宗の王様が毎日読んでるお経です。この文句は何だと、どうしたら修行をして無常道に入らせて、そして仏心を成就することができるかということを常に自ら考えておるという言葉でしょう。それがここへ来てるんですね。いたずらに世間の欲楽をあたうるを利益修行とするにあらず、
お金が儲かったり楽しい生活ができるようにしてあげるのが利益というわけじゃないって言うんです。この発心、この主生、修行と悟り、はるかに名誉の偏表を超おっせり、名誉のほとりを超えている。三害に消失し、三害、このようなさまざまなありよう、この世の中のさまざまなありようを超越している。一切の群れを抜け出しておる。声聞や白紙仏などの遠く及ばぬところである。まあこういうふうに菩提心を起こすということを非常に称賛なさいました。歌唱仏、歌唱菩薩下をもって釈迦牟尼仏を褒めたてまつるに曰く、発心必教、二つながら別なし、格のごとき二心には先心かたし、自味得度先度他、自らはいまだどすることを得ざれども、まず他を渡せ。この家に我諸発心を来す。諸発すでに天人の師となる。声聞および縁覚に消出せり、格のごとく発心は三害を過ぎ、この家に再無常と名づくるをうと、こういうふうにして歌唱菩薩がお釈迦様を褒めた。で、発心とは初めて自味得度先度他の心を起こすなり、これを諸発菩提心という。さっきの偈の中に発心必教とありました。発心というのは始まり、必教というのは一番最後ですから、必教が悟りで、発心は菩提心を起こすこと。その2つの心のうちどっちが難しいかというと、先進かたしと書いてありましたね。発心の方が難しい。発心しさえすればあとは悟りまではトントンといく。その発心するのが難しい。この心を起こすより後、さらに束縛の諸仏に相立て祭り、供養し立て祭るに見仏門防し、さらに菩提心を起こす。雪上仮想なり、いわゆる筆教とは仏家菩提なり、あのくたら三脈三菩提と諸発菩提心と閣僚せば、豪華経過のごとくなるべしといえども、自味得度先度他の心を起こせば二無別なり。筆教というのは最後の悟りのことだ。発菩提心というのは始まりのことだ。始まりと最後を比べれば、それは豪華と蛍の火を比べるようなもので、それはもう絶対にその悟りの方が すごいに決まっているけれども、自味得度先度他の心を起こしさえすれば、この二つのものに区別はないと言ってます。だから悟りなんか開かなくたって、発菩提心していれば同じことだって言ってるんですね。これは道元禅師のもう非常にもうものすごい発言ですね。普通禅宗のお坊さんっていうのは発心するからお寺に入ってくるわけでしょ。その発心だけで、悟りと同じだっていうんですよ。普通はそんなことはないよね。せっかく発心したんだから一生懸命勉強して、大事良質までやりなさいって言って、お師匠さんは励ますじゃないですか。入ってきた人間にお前もう悟ったも同じだなんて言ったら何もしなくなっちゃうからね。でもそう言ってるんですもん。